天国。はい、今日もあなたと百姓天国。はい、ということで、本日は2021年7月10何時でしたっけ？今日奥さん何時でしたか？今日は17ですね。土曜日です。はい、今日はねこういう感じでお子さんたちとご家族のね方が来ていただきました。ちょっと離れますね、お子さんたちいらっしゃるのでね、アップにはしませんのでこんな感じでね、はい、今日はお子さんたちがね、かぼちゃをね収穫しに来ていただきました、隣の県からでね、以前僕の野菜を取ってきてくださった方でね、でこういう感じでね今まだかぼちゃいっぱいあるですよこれね。で明日日曜日ね、朝11時からこちら来られる方、三重県伊勢市までね来られる方、収穫体験ということでお一人様3000円、いただきますけど、好きなだけね、かぼちゃもワンワンしてますんで、コリンキー、そうめんかぼちゃ、ね、九十九里かぼちゃいっぱいありますんで、もうこれはもう3000円の中に含まれてますので欲しいだけ持っててください。なんで収穫体験としてね、ああいう形でこう皆さんご家族ねお子さん連れてきていいのでどうぞね、もしよかったら来てください。でまあ資材もまだちょっと余ってますけど家庭菜園でねよければもし使えるものがあればね持って帰ってもらってもいいですし、ということでね、いいですよね。久々に私のこの畑にねご家族来ていただいてありがとうございます。こんな感じでね明日11時からやろうと思ってますのでよかったらね、お一人様3000円頂戴しますが収穫体験ということでねよろしくお願いいたします。たくさん持って帰ってください。あ、これで大丈夫ですか？はい、はいはい、まあそうこういうかちょっと変わったのってなかなか地元ではまず売れないんです。お願いしてもね、はい、でまあ正直なかなかね難しいんです。野菜を売るっていうのはねそんな来て、はい、まあ特に僕の場合はね自前のお客様なので、はい、なかなかね、なので今回まあこうやってねちょろっとのお客様にお渡しするぐらいで、はい、まあもったいないとはもう思われると思うんですけど、ね、そんな感じでございます。はい、仕事でね、まあこうしてねもう僕ももしかしたらねこれがね、畑にねお客さん呼んでっていうのは最後かもしれませんけど、ただね今私は分かりませんけどちょっと考えてるのはね、講座をねどっかで日本のどっかで、講座をね、オーガニック講座あるいはこういう例えば不耕起栽培の自然農とかね、プロが教えるね有機プロ有機農家が教える、自然農法のやり方とかあとそれで例えば不耕起栽培とかそういうふうにねまあ狭い畑でねそういうこう家庭菜園とか含めて、そういう実践するやり方をね、実際にこう見てもらってねどういうふうにやったらいいのかとかそういうような、まあ農産物を作って販売するんじゃなくてそういう講座を中心のね、それでそういうなんか学校とか塾というと大げさですけどねそんなようなものをやってみようかなとかね、あとはまあ例えばプロ向けですねプロの雪農家になりたい人専用の講座とかそういうようなことをねちょっと今はイメージしておりますね、どっかね日本のどっかでそういうふうにね、狭い畑で構いませんのでねそういう空いている農地とかもしあればねうちでそういう学校を開いてほしいとかねもしそういうご要望があるんでしたらね、ぜひねお願いいたします。どこでもいいのでって言ったあれですけども一応そういうことを考えてねイメージしてそういうところに行きたいなというふうに思ってますんでねよろしければお願いいたします。はい、ということでね、可愛い男の子ね、はい、以上でございました。はい、今日ね本当になんかいい天気でね昼ぐらいに土砂降りになったんですけどなんとか晴れてよかったです。ということで、ありがとうございました。